巨人6の20日,日、24日、東京ドーム。高卒2年目の19歳、巨人、浅野がプロ初の2番起用に応え、先制ソロを含む4安打2打点3得点と大活躍。試合後は、お立ち台での沈問道でファンをほっこりとさせた。写真、お立ち台では初々しさもファンとのハイタッチはベテラン感が漂いまくり。 初回の先生ソロでは表情を変えずにダイヤモンドを一周したが、まだ初回だったので、気軽に出たら逆転されると思ったので、回ってるときは喜ばずに、と振り返った。これで5試合連続安打で、そのうち4試合が2安打以上。好調の要因を問われると言葉に詰まってしまい、インタビュアーから、ちょっと難しい質問をしてしまったでしょうか。とフォローされる一幕も。 要因はちょっとわからないんですけど、2本目のヒットを打った後にトイレでトイレットペーパーを拾ったので、3本目打てたんじゃないかと思います、と話すと、ドーム内に笑いが起こった。SNS でもこのやりとりは話題になり、トイレットペーパー拾うとこうなれるのか、チャンスで打てない先輩たちもトイレ行ったらちゃんとトイレットペーパー拾ったらいいんでね。校長の要因はトイレットペーパー。 www 日頃の行いも味方につける、などとコメントが集まった。